問題は。ああ、わかんねえよ。赤木、お前なんで私と付き合ったんだよ。涼子ちゃん、赤木じゃなくてマー君でしょ。それマジでやんのかよ。ちゃんと呼んでくれなきゃ質問には答えない。マー君。聞こえないな。もっと近くで言いなよ。マー君、もう今真面目な話してんだろ。するって分かってたくせに。お前は私のどこが良くて付き合ってんだよ。どこかな。だから今真面目な話してんだろ。するって分かってたくせに。涼子ちゃんのいいところ顔かな。はあ、じゃあ性格とかどうでもいいんじゃん。でも涼子ちゃんの顔可愛いよ。お前私の中身とか見てねえのかよ。だって涼子ちゃん可愛いから。いや、だからそういう問題じゃ。可愛いよ涼子ちゃん。ああ、もううるせえな。じゃあ私より可愛い女がいたらそっちを取んのかよ。まあ可能性は。死ね。拗ねないでよ。他にもいいとこいっぱいあるよ。胸とか顔とか胸とかそんなんばっかり。私の中身なんて見てねえんだな。もうそんなこと言ってないでしょ。涼子ちゃんのことちゃんと内面まで見てるつもりだよ。じゃあ私のいいところは。ないよ。ないって一つも。ないね。自分でも言ってるように短期で粗暴だし。悪かったな。どうせ私は。そうやってすぐ拗ねるところもめんどくさいよね。もう、じゃあもう別れればいいだろう。またそういうことを言う。確かに悪いとこはいっぱいあるけど。うるせえ、もう何も聞きたくない。でも好きだよ。どうせ胸が好きとか言うんだろう。涼子ちゃんの性格だって好きだよ。短気なところも粗暴なところも全部込みで僕は涼子ちゃんにぞっこんラブ。嬉しかったら喜んでいいんだよ。うっせえな。でも本当だよ。可愛くてついいじめたくなっちゃうけど。じゃあもう一回好きって言って。大好きじゃなくていいのかい。じゃあ大好きって言って。言ってくださいでしょ。言ってください。マー君は。もうさっさと言えよ。涼子、愛してる。